ラブチャンネルたけちゃんです。ありがとうございます。はい、本日も始まります。こちらふみもん劇場でございます。はいよ、はい、おはようございます。はい、どうもこんにちは。天体整備士ふみもんさんやってきましたよ。はい、はい、グッモーニング。ふみもんさん、はい、今日まだ朝早すぎて、そうね、きいちゃん来てねえから来てないんだね。この男ね、朝早いんです。ニワトリがふみもんさん隠れ早い。そういうぐらいかって、ね、とりあえず緊張来ないからシャッター開けますか。開けましょう。開けてください。これ、ね、今鍵開けましたから私。じゃあよっ、おお、開けました。はい、おはようございます、はい、本日も晴天ですね。青空一番。はい、ふみもんさん、ところで今日は何風でしたっけ、きっちり。あの前回の鈴木ですよね。前回鈴木だね。ふみもんさんが作業するようになることさ、どんどんテンションが下がっていくっていう。そう、センチューですよ。この間とりあえず上のカバー外して、今にそう、インテークマニュアルのシャトルボディアッセンブリっていう部品かな、うん、外したところで ね、じゃあその続きからですね、うん、そうそうそう、あ、オッケーオッケー、はい、じゃあね、今日もあの引き続きあちらのセンチュリー、こちら、うん、ね、エンジンの方ね、ちょっといろいろ今いじくってますんで、直してますんで、うん、そちらの方の動画の続きではです。はい、じゃあ行ってみよう。はい、はいよ。じゃあね、はい、前回バラしたのね、こちらカバーとか、うん、この辺の部品ね、いろいろ振ってみたんですけど、そうですね、はい、で今こんな状態になっております。で、ふみもんさん、今日はここのカバーだけか、一回外して、ね、ちょっと外してみよう、ちょっとスペース作るのに ね、うん、見やすいように。首から抜けてるからね。あ、今抜いちゃったんですもんね。じゃあ取っちゃってください。まあまあ、まあ簡単。はい、簡単でございます。バッテリーがね、見えますね。マイナスターミナルね、もうすでに外してやるから。そうですね。うん、ああ、そうね。作業するのに危ないからって一回外したんだね、前回ね。なので、はい。わあ、すごい。エアサスなんだね。うん。ついてる。このあたりもね、なかなかカバー外してみるってないんで。ないね。いや、カバーまみれだね。カバーまみれですよ。ただこっから手かけていくからな。はい、ただふみもさん、今日どこからやりますかだね。うん、そのインテクマニホールド、うん、このわけわかんないカニの足みたいなね、部品をね、外していくっていうところから。今日はこいつを取るのがメインなんですね。メインね。うん、こいつちょっと取ってみて、まあなかなか固着してるからね。ね。CRC でも拭いておくかな。そうだね、うん。なるべくネジが折れないように。ね、ちょっと頑張ってやってみましょう。はい。はい。じゃあ、はい、今日はこちらのカニの足の方外すみたいなんで頑張ってもらいます。はいはい、はい、おー、じゃあね、今作業入る前にね、はい、ふみもさん、ちょっとね、ちょっとほこりっぽいから、ほこりね、やっぱり、うん、あのインテークマニホールなんで、うん、あの外したら中にね、ゴミを落ちちゃダメだから、ちょっと ね掃除しておきたいなって。はい、ってことで、はい、こちら掃除機能を持ってきました、うん、でこれでちょっと軽くね、うん、この辺についてるほこりだったりね、はいはい、取っちゃってください。行きましょう、うん、はいはい。やっぱりこんながゴミ入ってもまずないからね。そうなんだね。うん。ね、ふみもんさん、こっち側やって作業するって、俺こっち側のゴミしときますから。はい。うん。ね、今勝手に手上げて動画止めるって言ったの。はい。とりあえず、ふみもんさんで大事なとこ掃除機かけて、作業になったら俺別なとこ掃除機かけます。うん、はいはい。おお、じゃあね、ふみもんさん。作業今これ入っちゃったけどさ、そう入ったよね。実は俺ふみもんさんにさ、何ちょっと喋りたいことだったの、言いたいこと。何でしょう。え、ちょっと目つぶって。はい、目つぶった。うん、目つぶりました。あ、何のサングラスしてったら。わかんない。手出して。あ、手って今ちょっと待って。はい、はい、手出して。ここか、目開けて。何だ。実はね、これ俺ケンちゃんにも、うちのケンちゃんにプレゼントしたんですけど、クリスマス時計。え、時計。ふみもさんにもお揃いで色違いのやつ。ジャパンクラフトって書いてある。ええ、そんな高いもんじゃないですけど、これあの私からのクリスマスプレゼント。え、いいんですか。あ、金属アレルギーって聞いたんで、一応革のバンドの方を選びましたんで。そちらの時計、ふみもさんにプレゼントです。ありがとうございます。ふみもさんね、はい、よかった。もういいよ、それ置いて。あ、俺は。後でじっくりね。はい、はい、あのうちの金ちゃんにもやったんで、ふみもさんにもプレゼントしました。はい、ありがとうございます。いや、作業本日もよろしくお願いします。はい、はい、はい、よー、じゃあふみもさん、そう、はい、カニの足、はい、カニの足ね、ネジ外しまった。うん、じゃあちょっとね、全部ボルト外したかった。はい、はい、パッカーン。あれ、
ちょっとこっち側見せてください。中がどんなのって。こんなんだったら取ったぞ。取ったぞだね。カニの足で取りました。カニの足でかい。この部品の名前は、これね、インテークマニホールドですね。はい、自体がね、そちらの方を外してもらいました。そうそうそう、ね、で外した状態がこんなん。じゃんじゃじゃーん。これだとね、もうプラグでね、外すのにね、コイルとかね、うん、そう、出てきますからね。で、うん、ここの下がコイルなんかね、うん、あとそうね、あの、うん、コイル外してもらうと中がプラグがね、うん、取れるっていう。ほんでプラグコードと、プラグコードね、プラグコードと、ほんでプラグね、プラグね、関係も一応部品取ってあるんで、うんうん、こいつが新品のプラグコード、はい、こういったね、これね、うん、で一応ここの方の部品もあと一緒に新品と交換するんで、交換していきます、ね、はい、まだまだでも下に掘ってますよね、うん、まだまだねあるからね、まだ今お触りしていますよね、はい、はいはい、頑張ってまだまだ外してもらいます、ね、はい、よろしくお願いします、はい、はいはい、今ねちょっと私現場離れてね、ちょっと店行って現場に戻ってきましたら、ね、文山さん、はい、俺のエンジンに何してくれたの、このティッシュカス。あ、そう、ぶちまけちゃいましたね。何やってんの、これ。ホビハンのように。ホビハンのようにね、ちょっとなんかね、あとハンドタオル。ティッシュじゃなくて、ハンドタオル、ね。ティッシュじゃほこり入ったからね。うんうん、そう、こういうやつで、あのね、塞いで、ゴミとかね。あ、入らないように。入らないように、ちょっとしまう。なんか、カメラ越し見るとすげえ怪しい。やってるな。やや、皆さんやっちゃいましたもん。怪しい絵面だな。やばいですよ、これ。あまり興奮のあまりに。マニホールではね、あの無事、あ、2つとも取ったんですね。ね、あの外れました。カジさん、はい。カジさんね。わかりました。じゃあここからのまだ続きです、ね。次は、うん、コイル外していきましょうか。はい。ね、コイルとね、あ、この辺ね、うん。そう、プラグコードね。はい。この辺外していく作業になりますね。はい、じゃ あの慎重によろしくお願いします。はい、慎重に。はい、はい、どうぞ。よー、じゃあ文山さん、はい、はい、カプラの方外し始まりましたね。カプラね、どんどん外していくんだけど、うん、まあ大変は、あのね、触った瞬間ね、パッキパキパッキパキパッキパキの歯ですしょうがねえよね、だってあもうこの辺も転がってっから全部だからね、もうね、ロックがね、触った瞬間ね、パキって折れちゃうんだよね、これ。いや文山さん、いやいや、ロックだねでもとりあえず外さないことには修理できないんで、うん、外さないんね、そう、ね、外してってください、うん、はい、なるべく壊さないニュースも触っただけで壊れるから、触れた、触れた瞬間ね、もう壊れます、うん、ね、地雷です地雷、地雷で地雷で、ね、まあ頑張ってやって、はい、心折れないように、いや、もう心の折れたいんですよろしくお願いします、はい、いえいえ、ふみもさん、ここまでね、ここまで片側はとりあえず外してみる、なんとかかんとか外しました。で今回、うん、新品部品で取ったのがこれ、イグニッションコイルとイグニッションコイルとプラグコード、このコードね、うん、新品に交換するのと、あとパコッと外してこの下のパッキンだもんね、パッキンだね、ヘッドカーパッキンね、まあ詐欺は長いっすね。長いね、まあそうだね、いや、この片方外すだけでさ、いやいや、あのね、冷やすな、外れないのってかね、もう劣化してて、で、触った瞬間折れるし、これ焼けてる、ヒンジの厚くなとこだからね、うん、なんともしょうがねえよ、これ、うん、まあ、なんとか考えましょう、なんともね、するしかないよ ね、踏み絵門の道はまだまだ長いですな、長いなまあ、心折れずにまだまだ頑張ってください、はい、はい、よろしくお願いします、はい、よじゃあね、文山さん、はいはい、無事にイグニッションコイル、ね、とコードセットね、コードセット、イグニッションコイル、コードセット脱ぎました、じゃんじゃじゃーん、すごいね、なオイルベタベタなんだけど、ね、やっぱりね、パッキンね、傷んでるよね、傷んでるね、これはあと交換するから、いやいやいや、やっと一個取れましたね、やっとね、片側だけね、これもう片方あんすよね、もう片方あんだよね心が折れる、もうすでに心折れてるか、で、ね、ちょっと休憩しながらやりましょう、休憩しながらね、まあ、ね、まあ、母言ってももうすでにね、母言ってる、まあ、とりあえず、はい、ね、引き続きよろしくお願いします、ね、いや、無事取れていたった、とりあえずでも割れるんだもん、これさ、あのね、なんていうの、うん、もう、もうコード収めてる、うん、あれね、ね、ステーがさ、そう、うん、ピって折れちゃってる、なんかし最悪あ、しょうがないしょうがないね、劣化劣化、まあ、はい、引き続きお願いします、はいはいよー、じゃあ文山さん、はい、休憩1回終わりました、ね、はい、まずスパークプラグちょっと外して状態確認していきましょう、はい、せーの、ピュッして、あ、簡単に、まずはここのスパークだね、まあね、17万キロ走ってんのかな、うん、1回ぐらいは交換してあると思うんだけどな、ちょっと右見ないと分かんないですね、右見ないと分かんないね、まあ、とりあえず今回新品取ってるんで、うん、うわー、オイルドロドロ、うわー、すげえすげえな、これ、いやいやいや、ちょっと待って、うん、はい、
え、いや、こんな右上がるもんなんですか。あ、イジュームプラグだね。うん、交換はしたのかな。一回は交換したんじゃないか。だいたいね、イジュームプラグ減っていくかどう。ああ、先端ね、残ってるな。でもこれ一回やってんじゃないかな。あ、途中で一回やってる感じですか。うん、そうだね。まあそんなに新しくはないってことですか。もまあそんなにもね、新しいわけでもなさそうな感じですよね。見せてください。ちょっとね、オイルまみれだからよくわかんないけど、うん、見てもわかんないよ、あれ、ね、あ、まあ、とりあえず今回新品なんで、はい、じゃあこいつみんな外して、うん、交換しましょう。新品のプラグの方入れてもらいます、うん、はい、こん中からね、プラグの方脱いで新しいのを入れてもらいます。はいはい。いや、ゆふみもさん、はい、はい、プラグ順調に外してもいいけどさ、ね、うん、これプラグって何？イリジウムだと何が違うとかあるんですか。あ、イリジウム、うん、だと、うん、一般的なね、あのプラグに比べると寿命が長かったりね、あっていうことだけの違いです、ね、うん、これだってプラグイリジウムだからってじゃあ性能が上がるかこういうのじゃないんだ。うん、あのこれに付け替えたからって言ってパワーがね、うん、極端に上がったとか、うん、燃費が極端に良くなったってことではないです。あ、ただただ単純にその寿命、うん、ナイフあの寿命がね、うん、伸びるって感じで。あ、そういう意味なんですね、うん、だから交換がね、そんなに手間がね省けて済む、うん、あ、なるほどなるほど、うん、こういうプラグに今してます。素人の私には分かりませんね。メテアスフリーですよ。 あ、 要は、ね、ありがとうございます、はいはいはい、だそうです、はい、はい、じゃあね、プラグ外したとこね、パーツクリーナーで洗浄、洗浄してオイルちょっとね、しましょう。はいはい。で、洗浄これ終わりましたら、うん、中の新パッキンがダメになってるんで、はい、うんうん、まあ、これね、ヘッドカバーパッキンと一緒に、ね、交換になるから、うんうん、そうか、うん、でその後に洗浄してこの新しい、うん、新しいイリジウムプラグの方ね、こちらの方入れたいと思います、うん、はい、はい、じゃあね、はい、こちら新しいプラグでございます、うん、はい、フミモさん、ね、はい、これね、新しいプラグね、うん、組み付けていきましょうね。ね、これ頭、まあ、新しいからバンバン山でございますね、うん、新しいね。あ、オッケーオッケー、オッケー、大丈夫。あ、うん、でこちらの方、はい、片側6人なんで6本、ね、まず片側6本用なんですね、うん、全部で12本用なんてことです。すごいね、12本やばいよね、やばいよね。比べないだけでさ、おいくら前ですの、ね、って感じね。なかなか部品で変わってますけどね。部品で変わってますけどね。気になるところですよ ね、 ね、ちょっと言えませんよ。言えませんね、部品ってこんだけ揃えたら ね、 ね、 ね、はい、じゃあとりあえず交換してもらいます、ね、はい、はい、いやいや、ふみもさん、はい、じゃあところでさ、はい、これプラグなんだけど、そうそうそう、これ締める強さってあるんですか。あ、あるよ、やっぱあるんですか。指定トルクで締めないといけないけど、ふみもさんね、ほら今トルクレンチ使ってないのよ、普通にね。大丈夫なのこれ。ふみもさんほらテルクレンチって言ってトルクレンチなくてもね、ほんとかよ、この男締めないから、だいたいわかんの、うん、うん、うん、こんな感じでちょうどいい、ね、ちょうどいいよね、はい、オーバートルクじゃなってません、なってませんね。あ、さすがテルクレッジ、はい、これがフミエモのテルクレッジです。あ、放送できないから、バカ野郎。いや、夜楽しくやってます。非常に楽しい。お、じゃあね、はい、こっち側と同じでね、逆側もプラグの方ね、あのね、プラグ外していってますよ。はい、いやー、ヘッドカバーパッキンがやっぱりね、劣化してるから、ブラグの通りにもね、オイルがひたひた、しょうがないね。まあ、こっちと同じ工程で、こっちもね、プラグ外して新しいプラグ入れていってもらいます、ね、はいはい、はいはい、じゃあ無事にね、はい、古いプラグみんな外し終わってね、はい、今洗浄しとるやつ、プラグホール洗浄してから ね、 ね、もう一回あの新しいプラグをね、組み付けていきましょう、はい、洗浄終わったらば、うん、新しいプラグ ね、はい、入れてもらいます、はい、はいはい、いや、なかなか大仕事だよね、はい、険しいね、よー、じゃあね、ふみもさん、うん、とりあえずプラグの方ね、プラグね、あの左右のバンク交換しましたね、はいはいはい、ここやったね、うん、うん、ってことでちょっと休憩しましょう、ちょっと休憩しましょうね、あの、ご飯食ってからね、はいはい、どれ、もう疲れが顔に出ます。ああ、うん、ほら、すごい、誰、みんな、視聴者みたいな、分かんないから、ね、精神的にやるっていうかね、精神的に心がね、分かりますよね。あの、フミオさん、ここへのカップラーのピンと一緒で、心がバキ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 のフミオもんです。オッケーオッケー、はいはい、じゃあまた、はい。
はいよー、じゃあね、はい、文雄さん、ね、はい、お昼ご飯終わりました。食べましたね、はい、帰ってまいりました。うん、で、今日ね、とりあえずお昼ご飯食ったのはいいんだけど、うん、今日午後から用事あるんだよね。そう、僕ね、実は用事ありましてですね、だから朝こっぱいが来たんだね。そうそう、午前中でなんとかね、できるところまでやろうっていうことでね、うんうん、でも、午前中で、うん、とりあえずインマに外して、ね、プラグ新しくしたんですかね、うん、そう、新品に付け替えたところだね、うんうん、で、この不明版の卑猥なティッシュ、あ、まあ、そうだね、ポーチね、そう、ああ、ハハハ、発射したよ、違います。はい、とりあえず、はい、午前中のうちにプラグ無事に交換してもらって、なんとね、なんと12本、12本やったね。いや、こんだけついてんだもん、だって ね、見たことねえよって、なかなかない、ちっぺ、V12 だからね、V12 来そうですからね。普通6本がいるとこだからね、直接来てもね、8、8くらいまでだね、あってもね、きっと、はい、で、本日はまあここまででございますね、まあ、道のりは長いですけど、長いね、ゆっくりね、やっていきましょ う、 そう、焦らずやっていきましょう。あの、このカップのこういうとこも ね、 こういうとこね、あとはゆくゆくだな、うん、あのヘッドカバーパッピン、パパカッパカッパパパパパパパ言えてない、ヘッドカバーパッキンヘッドカバーパッキンね、うん、もう交換かったね、うん、あ、じゃあ本日はここまでで勘弁すっぺ、うん、何ホッとしてるんですか。そう見えた。そんなもん、いや、その格好してるとどんな顔してるか分かったよね。とりあえず本日ね、はい、文雄さん時間ある限りやってくれて、無事にね、うん、あのプラグの方だけ交換しました。プラグの方だけしたって12本もあるし、これあの両方渡したからね、ディーラーさんに出したらコースでえらい取られちゃう。大変だよね。大変だよね。そういうことです。そのための踏み入れです。僕、はい、じゃあまたね、このここの続きね、次回の動画の方で撮っていきたいんでね、はい、あの皆様待っててください。一気にはできないんで、はい、じゃあそういうことでまた皆様会いましょう。グッドボタン、チャンネル登録よろしくで、バイバイ、はい、顔被っちゃった。はい、じゃあここから気をつけて出かけてください。はい、はい、バイバイ。